皆さんこんにちは、ダイタラです。さあ今日はオルベリックの第4章を始めていきたいと思います。リバーフォードに到着したオルベリック、ホルンブルグを滅亡へ 裏で暗躍した元傭兵団の団長ウェルナー。オルベリックは今度こそその剣で人々を守り抜くと決意を固める。前回ね、自らの進むべき道で、自分の剣は何のため振るのかで、その意味をね見つけたオルベリックだよね。さあ今回はね、その、なんだろう、自分の国をね、滅ぼしたい悪い奴をね、潰しに行くって感じです。さて、ウェルスプリングでエアハルトと再会したオルベリック。エアハルトはその地で、食材の、でいいね、食材でいいんじゃなくて、日々を過ごしていた。で、剣を交えて語り合う二人。エアハルトが語ったのは、王国滅亡の裏で暗躍した、元傭兵団の団長、ベルナーという男のことだった。放っておけばまた、悲劇が起こるかもしれない。起きるかもしれない。俺は、今度こそ守らなければならない。なぜならそれがオルベリクの剣の意味なのだ。自らの剣は人々を守るために振るうと決めた。かくしてリバーフォードにたどり着いたが、この街なんかね、ちょっといろいろ動いてみたんですけど、なんかやすげえ住民が怯えてるんですよね。なんかあるのかな。わかった、まあ、入場のため並ぶって感じですかね。うん、一人ずつ身体検査的な。おやおや、これは身なりのいい旅人さんだ。何のようで。実は人探しにな。ふむふむ、それはそれは、ここは初めていらした来られたんで。ああ、そうっすよ。でしたらお金を兵士にお渡しなさい。お金、この町は通行料取るのか。いえいえ、この町の領主様がね。そんな、知らないぞそんなもの。何、知らないぞって何。おい、手荷物に混じったこの薬は何だ。ちょ、違う、俺のものじゃない。怪しいやつは何の薬か入ってもらおう。かわいそう。嘘の罪で捕まってるのあれって、はあ、ああいうことがあるんですよ。まさか。最低やな、叩き切るか。この町では兵士たちが絶対的な権力を持っている。多分あの薬も濡れ衣でしょう、はあ、彼らに逆らったらが最後、投獄され弁明の余地も機会も与えられない。何、そんなことがまかり通るのか。ここではまかり通るのです。兵士の命令には必ず従ってください。でないと厳しく罰せられる。罪がなくとも罪を着せられる。なんかこれねえ、ぶった切るか、十文字切りね。逃れる術は賄賂だけですな。兵士たちもそれが目的ですからね、はあ、あの連れて行かれた旅人も素直に賄賂を渡せばいいものを。はい、次だ次。わかる、領主は黙認しているのか。その領主様の方針なのですよ。領主ベルナー様が。ベルナー領主、次とっととしろ。はい、ただいま、順番のようで。じゃあな、ありがとう。いい人やな、この人。うん、うん、ベルナーが領主、どういうことだ。次、金渡すか。後ろ並んで。あ、オルベリク、いくら渡す ?500 円くらいでいい?包むの。うん。旅見のものか、荷物調べさせてもらおう。あ、どうぞどうぞ。ほう。ずいぶん物語がいいな。この町ではそういう態度が大切だ。すまない。ベルナという男のことなんだからね。教えてくれ。ベルナー様がどうした。怯えすぎやろ。いや。どのような人物なのかと思ってな。素晴らしいお方に決まっている。この町には なくてはならないかお方だ。もういいか、忙しいのだ、外と行け。あ、すまない。ビビりすぎやろ。何があったんや、あの怯えようは。なんだ、元傭兵団の団長が領主か。大した出世だ。国を滅ぼした男やからな。この国もこの町も滅ぼすか。じゃあ悪い考え。オルベリク、兵士たちのやり方を見て思った通り、町は随分荒れている。簡単にベルナーのところへたどり着けそうもないね。一筋縄ではいかないか。ここは一つ学者先生の知恵を拝借したい。ふふ。やれやれ、あなたも人のやる気を刺激するのがうまい。もしも圧勢になっているなら、不満を持つ者が必ずいる。内観外遊、現状に不満を持つ者を探そう。より正確な情報が入手できる。そうか、ならばその手でいこう。私の案でいいのか。頭を使うことに関してはお前を信頼している。
あなたにそう言われると悪い気はしない。ね、力のウルベリック、頭のね、サイラス。いいメンツだぜ、うん、最強だ、大体最強。うわ、俺関係ない。こんにちは。さあ、この広場で何かいるんでしょうか。これなんだろう、これ。な、何これは人を火炙りにする機械。機械じゃねえ。やつやばくね。下、藁あるもんな。火炙り用の柱だよ。やっぱ火炙りか。月に1回ここで処刑が行われる。最低やな、処刑って。何やそれ。誰やお前。こいつ、目つき悪いな。今月も4人。先月も4人。その前も4人。ここではそういう法がある。4人ずつ焼かれる。最低やな、それ。どんどん人減っていくやん。今の漁師になってからその方さ。最初のうちは悪人も怯えて犯罪が減ってね。でもそれも長くは続かなかったよ。次第に軽い罪でも火炙りになってきてさ。やばっ、それは。家から出ない方がいいよ、それ。大きな声で言えないがね。最近では漁師を批判しただけで。おっと、危ない。そうか。通りで街の空気が張り詰めている。あ、そうさ。どこで誰かに密告されるかもわからない。怯えているんだ。そりゃそうだよな。町から出ようにも、あのありさまさ、疑われたら一巻の終わりだ。ここはそういう町ってわけさ。旅人さん、用が済んだら去った方がいいよ。みんな出て行ったらいいじゃん、町からね、うん、でも家ある人とかはそうできないか。では失礼する。ありがとう、町の人。お、名前ねえからお前目つき悪いモブか頼む。名前ある人探さねえと。名前ある目つき悪い人で、こんにちは。わ、毒の瓶とか悪いもん持ってますよ、あなた。とりあえずね、まあこちら側か、行ってみるか。なんかみんながなんかしてるんすかね、よくわからんけど。よし、また街で盗むのはね、ほぼほぼ終わらせましたね。ストーリーでやっぱ増えるキャラクターってのがやっぱいるみたいでね、そのキャラクターとかはね、盗めてないんですけど、この辺りも全部盗んでます。もう倒して盗んでます、全部。ここか。どこだ、ここか。ここでイベント発生です。何でしょう。む、誰だ、さっきの旅人さんだ。旅人で町の人か。お前は広場にいた、どうした。すまない、私のことは黙っていてくれ。あ、追われてるやん、こいつ。おい、いたか。逃がすな。そう遠くが行ってない、探せー。どうしたんや。おい、怪しい男が来なかったか。来てないっすよ。ん、怪しい男。ん、逆賊だ。漁師様に逆らう危険な連中だ。やばいじゃん。そっか、向こうに走っていく男がいたが。感謝する。そいつに間違いない、礼を言う。行ったぞ。おい、もう大丈夫だ。オルベリクいい人やな。いや、目つき悪いモブじゃなかったぞ、こいつ。悪いやつやったわ、やっぱ目つき悪いからな。ありがとう、どうも。どうもどうも。どうしたんや。待て、なぜ追われていた。それは、ね、批判したからって言ってたやんな、兵士は、うん、さっきの兵士が言っていたが、逆賊とやらか。うおえ、うん、反勢力とね、接触できればベルナーにも近づけるだろう。実は俺はベルナーを探してこの町に来ていたな。お前たちのリーダーいるか、会わせてもらいたい。え、ダメだ、部外者を連れていくことはできない。どうしよう。そうか、剣の腕には多少覚えがある。確かに。あんた強そうだぜ。ああ、やんとか俺とじゃあ勝負。いや、私の一存では決められない。じゃあどうする？誰か知らない人と勝負しようか、俺。そうだな、ならばその腕前証明してくれ。誰と？先ほど広場に赤い帽子の男がいる。我々の中でも一番の実力者だ。奴に勝てるなら紹介しよう。オッケー。じゃあワンパンでやっつけてくるわ。任せとけ、赤い帽子の男だな。なあ。約束してほしい。負けたらすぐ街から消えてくれ。オッケー。お。では。準備ができたら来てくれ。まあ、オルベリクはね、めちゃめちゃ強いから、ね、新しく武芸者にもなってね、ね、強いので、無敵でしょう。一応なんか覚えとくアビリティ。何覚えとく？探検、敵全体杖、弓、武器破壊。なんか敵の覚えとくは槍全体と、探検いらねえか。杖全体とか。
よし、格闘経験値アップってスキル覚えた。サポータビリティ。それは嬉しいよね。めちゃめちゃ獲得経験値アップ。これはまた今度やな。よし。さて、ちょっとじゃあセーブしてから、行きたいと思います。赤い帽子、いたいたいた。こいつやな。さあ、サクッとやっつけるか。赤棒の人ね。へぇ。この男か？勝負しようぜ。うん。剣の腕を見てやってほしい。うん。レベルマックスに勝ったんやぞ。こちらはいつでもいいぞ。おいおいおい、勝てんのがエアハルトより強いんやったら、お前は英雄やぞ。じゃあ勝負しましょうか。で、あれ、弱ぁ、こいつ！クソ、雑魚丸やんけ。だが、果たして通用するかな。大会でも優勝して、ねえ、英雄の片割れと言われたこの俺に勝てると思ってるのか。さて、新しい技ありますね。これ。よいしょ、狛犬強い！よいしょ、狛犬、狛犬強くね、ブレイク取り放題じゃん。じゃあ、殴るか、先に。いや、問題ないでしょ、これ 何しても。ひたすら狛犬しとけよくね。狛犬ちょっと待って、狛犬当たんねえ。どうなってんだ、これ。ほら、ほら、ほら、殴ってやるぜ。よし。さあ、ブラントの攻撃行きましょう。普通に弱いね、こいつ。ブラントよ、プレイ9000。上出来。ラストアクトも入った。うめえ。十文字切り。5000強い。よし、痛い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 。4-3でこいつ。こいつが反逆勢力一番の実力者ってもうやばいやろこの団体なあ。クソ雑魚やぞこいつ。えい。いやもう狛犬しとくか。ここで当たんねえ。全然当たらへん。1800しか飛んなかったらダメだし。よっしゃ、まあもうやっつけれるかなっていう感じですので、もう適当にね、殴っとくか普通に。ほら、いやこれで終わるでしょもう。えい、そういやーでい、よし終わり。これで終わりか。まあねえ、修行してこいよ。ほんとよかったこいつ。ぐっ、巻いた、認めよう。む、約束だ。お前たちのリーダーを紹介してもらおう。頼むぜ。強いねんから俺、頼むで。わかった。名前あったわこいつ。私の名はレジ。来てくれ、案内する。でもただの一般兵だよねこいつ。クソ雑魚兵よ。さあリーダーは誰だ。白い髪してるなお前。テリオンくんって名前つけていい。実はリーダー、実は紹介したい人が。はじめまして。聞いてますよ。はじめまして、ハロルドと申します。ああ、初めて見るやつやな。賢そうな名前してるの、お前。あなたがオルベリックさんですね。なぜ俺の名を。はい。ウェルスプリングで活躍が聞きました。ベイル隊長とは懇意にしてまして。ああね、ベイルさんとね。なるほど。そうだったのか。そういうことやで。頼むわ。早速ですまないが、この町の領主について詳しく聞きたい。頼むわ。ここまで来るとはよほどのことでしょう。お話を伺います。いや、国を滅ぼしたクソ野郎なんだよあいつ。だからぶっ潰してやろうと思ってなってやつ。元傭兵団の団長ですが、確かに漁師のベルナーがそうです。私はあの男の過去を徹底的に洗ったので間違いありません。あれ、そうか。何があったのあいつ。実はベルナーは貴族を名乗っていますが、その地位も金で手に入れた。貴族って金で買えるんや。あの男はまず全領主の不正を暴き、民衆の支持を得た。それから住民や有力者の後押しもあって領主となったんです。ああね、それも自作自演やったじゃん実は。うん。しかし領主となった彼は暴君としか呼べないものだった。で、火あぶりするもんね、うん、暴君か、うん、月に一度の火あぶりの処刑、その法を定めたのもベルナ。なんでもありやな、やっぱ。最初は処刑も住民に受け入れられていた。火あぶりされるのは悪人、そう思っていましたからね。なるほど。だがそれだけではなかったか。ひどすぎやろ、はい、普通の人もやろ。この町から重犯罪がなくなっても処刑は続いた。スリを行った、詐欺を行った、だんだんと処刑の罪が軽くなっていき、
今ではね、密告による処刑が始まる。明らかに冤罪としか思えないものもある。冷てえな、それは。しかし、異を唱えられる者はいません。焼かれるから、不満を口にして誰かに聞かれたら、密告されたら、そう思うからです。もう出た方がええで、この町から、全員。税金なくなっておしまいや。うん。だが、お前たちは反勢力だろ。立ち上がる者もいるのではないか？せやろ。はい。その通りですよ。冤罪によって家族や友人が奪われた者も少なくはない。少なくないってめっちゃおるんやな。じゃあかくいう私もその一人。そうか、善良主が不正に失脚したと言いましたが、それもでっち上げられた者。やっぱそうなんだ。私は善良主、父の無念を晴らしたい、この町を救いたい。なあね、領主の息子か。なんかそういう話多いよね。あのプリムロゼにしかり、多くの同志を得ました。もうすぐ決起する計画もある。任せて。じゃあ、もしあなたの目的と一致するなら力を貸していただけないでしょうか。いいよ、全然。そうか、俺もこの惨状は見過ごせん。承知した。うん、力を貸そう。いや、俺見ることは大丈夫やで、ね、もうねえ、十文字ギリン来賢賞ブラントの貢献ドバッドドバーン。では早速ですが、計画の内容です。あ、もう始まんの計画。早くね。まずは陽動部隊が広場で派手に暴れます。まあね、どんどんガンガンガラガラガチャンってやつ、みんな暴れちゃう？こいつらか、普通の住民っぽいのにな。で、その次に精鋭部隊が隠し通路を使い、屋敷へ潜入する。隠し通路とかあんの？へぇ。そんなとこにあんの、隠し通路って。そのわからんわ、普通。はい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 。以上が私たちの計画です。準備できたらお知らせください。で、精鋭部隊に入ったらいい、俺たち、オルベリックは。正面から入る？いいよ、俺正面からでも。ねえ、こんにちはー。倒しに来ましたダメそれ。オルベリク、これがヴェルナという男のやり方か。脅せば言うことを聞くと思っているようだが、まあ事実だろうな。だが脅しても言うことを聞かん者は必ずいる。テリオン、お前もそうか。ガキの頃から何度も殴られ脅されてきたんだ。そのために必ず目に物を見せてやる、そう思ってきたんだ。反骨精神たっけえな。ハロルーとその仲間もお前と同じようなものだ。だがあいつらは頼りにできるか。数が集まっている。集まればそれなりの力にある。頭数だけ揃えてもどうにもならない。その通りだ。戦い方ならいくらでもあるぞ。お手並み拝見だ。まあ、オルベリクおったら大丈夫や。一気当選や。ちなみに皆さん、この街覚えてますか？なんかテリオン君の過去の回想シーンでさ、兄弟とか言ってたあのシーンじゃないかなと俺思ってんやけど、ここだよね確か。それって違うかな。で、うん、ここだった気すんだけどな、俺的には。ここだよね多分。よいしょ。さあ、もう準備 OK です。結構 OK です。行きましょうか。ではこちら来てください。オッケー。どこから、どこ連れて行かれるんやろ。密告されんかな。大丈夫？ここ？もしもの時のために父にそう教わっていた秘密の通路。あいつらは知らんのかな、じゃあ、ベルナーとかは。まさかこんな使い方になるとはな。脱出用やったんってやつ。おとりになってくれてる仲間も長くは持たない。火あぶりされるで。あ、ハルルド、君も行くの？いいよ。まあ、確かにな。リーダーやもんな。よし、じゃあ入ってみましょうか。隠し通路、危険度45、レベル45です。まあまあまあ、多分雑魚でしょ、敵は。サクッとね、攻略していきましょう。次、紫に宝箱、ピー。ピーピーピーのピーピー。ピー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 です。この辺から、うわ、裏からぐるーっと回っていく感じやな、これ。めんどくさい。さあ、敵の強さ見ていきましょうか。ネズミじゃーん！なんかクソみてえなちっちゃい虫おるな、あれ。雷魔法が弱点。どうしようかな、これ。商人の技で、一応ね、毎ターン最初は傭兵呼びで防御力上げるっていうのが俺のセオリー。ダラセオリー。大ダラセオリー。よし。やめて！ここからが本で、剣は弱点じゃなかったので別に行きましょう。槍？斧全体。槍行くか。あ、反対や、これ。線！全体じゃなかったの、槍って今、俺全体やと思ったら。あら。ちょっともったいないことしましたね、これは。なあ、どうしようかな、これ。氷言っとくか。よし、あいつらは氷が弱点なの。上の2つは OK、倒した。はい、次。痛い。あれ、弱点なんだろう、光かな、こいつら、下のやつら。光あれ。あ、光だ。ネズミだからね。よし。さあ、テリオンくん、もうサイラス先生に BP1 上げよう。これで、雷打ってもらったら終わりやろ。
今回踊り子がいないんだよね、俺のメンツ。今踊り子いねえからな、なんか踊れねえ、レベル上げできねえ。でもいらねえか、まだそんなのね。みんなレベルも結構高いもんね、十分でしょ。 OK、 まあ道中はこんな感じで、サクサクと討伐していきたいと思います。とりあえず宝箱ゲットしまくろうぜね。まあなんかいいもんあったらそこだけ移します。で、こんなんばっか。はい、めぼしいものなんもなかったでーす。先行きましょうか。なんかね、紫色の宝箱取れなかったんだよね、結局。悲しい。さあ、結局、全員、大丈夫か？さあ。ここ抜けた先ですよ。うん。ベルナーの暴挙を終わらせましょう。ウェーン。そうだな。とっとと終わらせよう。危ない！何？兵士いっぱい来てる。やばい、一人おじいちゃんやられた。うわ、牛、気づけや、後ろおるの。なんで見張られてんの。どけい、呪文ちぎり。この二人強い、二人強い、簡単には切り伏せられない。やはりその男が要か。お前たちはそいつを押さえていろ。はベルナー様。え、ベルナーおるの。どれベルナー。よくぞここまで来たと言いたいとこだが、あ、こいつか、上のやつ。残念だったな。陽動もそう遠くないうちに鎮圧する。なんでバレてんだ。ベルナ、なぜお前がここに。愚鈍な男だ、お前の父親と同じようにな。密告者いたの、密告者。そうだね。ねえ、広場で大規模な暴動が起きたが、それだけではあまりに効果が薄い。ならばあれは本命ではなく陽動、別の狙いがあるまでと思ったまでのこと。密告じゃないんだ。やり方が甘いのだ。いっそ火をつけて回ればいいものを。本当だ。いや、本当じゃないよ。民衆の被害を考慮したのか。そんな余裕がお前たちのどこにある。まあいい、お前たち全員処刑してやる。この人数なら今月の処刑は必要なくなる。民のためになるのだ、喜べ。貴様ー！めっちゃ怒っとるやん。やれ！くっそー！弓で撃っ、やべやべ、あー、土砂降りや。た、助けて、ど、どこをする、これだ、あー、土砂降りや。みんなやられてく。やめろ、畜生、畜生。くそ、あー、いや、みんな、どうしたらいい。くそ、このままでは俺はまたあの時のように。守るための剣やぞ、頼む。全部切り伏せよう。守ることができないのか。行くぞ、うぜえ。オルベリクさん、危ない。いや、やめてくれ。あ、おっと、危ない。何やっとんねん。ダメージ1や、どうせ。オルベリア。ああ、冒険の騎士と言った。知っとんのか。王国の騎士が流れ流れか。いいだろう、ここで息の根を。何やこいつ。させるか。今度こそ俺は守ると決めたのだ。こいつ賢いな。ああ、その通りだ。え、今度こそ守ろう。この声はエアハルト。強い。マジかよ。ハルト、お前なぜ。タショ、なんで来たの。ウェルスプリングの一件が片付いたのでな。あ、リザードマン落ち着いたの。お前を追ってきた。ありがとう。久しぶりだな、ベルナ。ずいぶんと出世したようだ。そうか、同じ傭兵団か、エハルト。まさかお前たちが組むと。双壁の騎士やったっけ。最強ぞ。人の運命などわからぬものだ。私とて少し前は想像もしなかった。仲良しだったからな。知らんけど。しかし今や私たちの剣は一つ。友のため、守る者のため、双壁の騎士がお相手しよう。いや、これは強いぞ。モブたちに勝てるわけねえだろう。そうだろう、ボルベリク。でもみんな怪我してるけど大丈夫。それこそが俺の、俺たちの剣を振るう意味だ。いや、オルベリクのストーリーすげえいいな、これ。
おらったぞ、モブたち強い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 、なんだあいつら強すぎる。おお、ビビってんのかおめえら。わっ、ビビったやつ切られた。逃げる逃げれば殺す。俺に切り殺されるか奴らにやられる。すげえめんどくせえ。お前たちはどっちを選ぶ。全員でベルナーやっつけへんなあ。どうや、何やっとんねん。うわ、逃げたあいつ。キリがねえぞ。ここは私がしのぐ。お前は奴を追え。わかった。あれはただ逃げたのではない。時間を与えれば何をするかわからん。あいつ賢いからな。やべえな、軍師的なやつだもんね。あいつ支配している。この恐怖か。なんでビビってんだろう、あんなにね。そこが知れ。確かに時間を与えるのは危険だ。分かった、よし、ここは頼む。エアハルト以上に強いんだよね。ああ大丈夫かな。まあレベル最強やから多分大丈夫よ君は。うん、安心して任せよう。よし、さあチャット見ましょうか。大丈夫かな。オルベリクさん、エアハルトさん来てくれたよ。遅かったくらいだもうダメかと思った。劇的な登場だったわ。まったくヒヤヒヤさせる男だ。どうした、オルベリクさん。こんな時ぐらい喜んでいいのよ別に喜んでもらん。頬が緩んだって自分では気づかないだろうけど、まったく素直じゃないんだから。ん、急ぐぞトリさん男同士と友情っていいね。いやでもエハルト来てくれて嬉しいな。ちょ、戻れるのこれ。戻れるじゃん。戻れられへんわ、ごめん。ん、こっちはエハルトに任せよう。オッケー。ということでは皆さん、すいません、今回はこれで終わりにしましょうか。いや男の友情、熱い友情感じられましたね。さて、次回、オルベリク編の後半、最終バトルいきたいと思います。ぜひともまた見てください。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。またお会いしましょう。あとぽよ。